こんにちは、柴田です。今日はですね、バンドのお話で、バンドが一つになったなというか、統一感が出たなって思った時のお話です。まあ、統一感を感じるっていうのも、まあ、いろんなことがあると思うんですね。まあ、例えばレコーディングの時に自分が曲持っていって、まあ、メンバーでアレンジした際に、自分が思ってたよりもいいドラムを叩いてくれたとか、いいベースラインが出てきたとか、まあ、いい歌手が出てきたとかですね、といった時にも、まあ、感じたりもするんですけれども、まあ、他にもありますね。まあ、ライブのパフォーマンスであったりとか、こう見せ方とか動きがですね、しっかりとこうまとまってきた時とかに、まあ、統一感を感じたりとかっていうのはあるんですけれども、まあ、もっとですね、ちょっと奥底の部分というか根本的というかですね、根っこの部分で固まったなっていうのを感じた時があるので、まあ、そのお話をさせていただきたいと思います。まあ、バンドで基本的には4ピースのボーカル、ギター、ベース、ドラムという風な組み合わせというかメンバーが多いんですけれども、まあ、僕もそういった4人のメンバーでやっておりまして、まあ、とある時にミーティングしてたか、まあ、飲んでたか忘れたんですけれども、まあ、自分はギターでよかったわみたいな話をしたんですね。っていうのも理由としては、まあ、ギターって結構お酒が自由というかですね、まあ、ライブの前日とかも結構朝まで飲んでたりとかっていうのもよくありましたし、まあ、ライブの当日ギリギリまで飲んでるとかっていうのも、まあ、普通にありましたね。まあ、それでもですね、全然弾けるんですよ。まあ、ボーカルさんだったらツアー中タバコも吸えないし、お酒も飲めないとか、あとドラムに比べると、まあ、機材が少ないですよね。でセッティングの時間もやっぱりそんなにかからないと、まあ、自分はギターが一番合ってたなっていう気でですね、何気なく言った言葉だったんですけれども、まあ、それをですね、実はメンバーみんながですね、個々に自分のパートで良かったっていうふうなことをね、言い出したんですよ。まあ、というのもですね、まあ、ボーカルからしたら、まあ、リハの時も何の荷物もいらないで、まあ、手ぶらでいけるし楽だとかですね、まあ、ドラムはドラムでレコーディング一番最初に終わるしみたいな、まあ、あとはベースもですね、まあ、機材の部分も楽ではありますし、まあ、レコーディングも1本入れたら終わるというところでですね、まあ、おのおのが自分のパートで良かったというふうなことを語ってました。いや、もう僕からするとドラムなんてもうあんな大きい機材持ってきて、でレコーディングの時ももうセッティング、ライブの時もリハの時も一個一個組み立ててセッティングするとか考えられないですし、リハの時も一番最初に行かなければいけないしとか思ってたんですね。まあ、でも彼からすると僕を見て、レコーディングの時は一番最初から最後までずっと起きて見てなきゃいけないとか、まあもちろんレコーディングはボーカルが一番時間かかるんですけれども、ボーカル取る前にギター入れて、でボーカル取り終わった後からまたオブリで入れてくっていう風な感じとかで取っていたので、まあ誰よりも長くですね携わらなければいけないのがギターだったんですね。まあでも僕はそれ全然辛いと思ってなくて、レコーディング全て1から10まで全部にこう参加しているというところでは、むしろギターのいいところだなというふうに捉えておりました。まあ、そういう感じでやっぱりバンドをですね、こう続けてやっていくことによって、各々のパートに性格が寄っていく。ドラムだったらやっぱり一番最初にリハも入ってで土台作ってる人なので、まあ、リーダー風というかですね、こうまとめるタイプの人になってきますね。で割とギターとボーカルは自由な感じで、まあ、ベースもしっかりもんですよねという感じで、個々でですね自分のパートに自信を持ち始めて、そのポジションであることを楽に感じれるようにみんながなった時、ほんと一つになったなっていうのを感じた思い出があります。まあ、こういう思いをしながらバンドっていうのはこう結束力を固めて、でまあ
何年も一緒にやっていけるようなパートナーになっていくのかなというふうな感じがいたします。ぜひぜひですね、今バンドをやられてる方々もですね、おのおのが自分のパートに自信を持って、ここは俺のパートだと、そして他のパートの方々に感謝ができるようなメンバーになれるといいですね。ぜひぜひ感謝を忘れずにバンド活動頑張っていってください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。